張静江は、中華民国の政治家、実業家。不明は、ゾ清志、名は人血だが、一般に字である静江で知られる。中国同盟会以来の革命派人士で、後に、中国国民党、国民政府の政治家となった。また、石膏財閥の指導者の一人としても知られる。石膏省古州南美人の富裕な資産家の家庭に、生まれる。 1902年、中仏講使孫邦に随従して、パリに赴任し、公使館商務随員に任命された。翌年に帰国して、資金を収集し、フランスへ再び戻り、貿易会社、通運行使を設立した。中国の骨董品などを販売する事業は成功し、ロンドンやニューヨークでも、支店を設立している。また、海外にある間に、 様々な新思想に接し、次第に反信、半神無政府主義への系統を強めた。後に、後高志久志、李思想と共に、パリで世界社を設立している。新世紀修法、世界、新世紀総書などを出版して、無政府主義の宣伝を行っている。高書32年、長志図絵は旅行中に、偶然孫文と出会って、意気投合する。以後、 孫文の革命活動について資金面での援護に努めた。長からの送金は中国同盟会にとって貴重な資金源となった。長自身も同年に帰国する途中のシンガポールで同盟会に加入している。侵害革命の際にも蝶静江は革命派のための資金的支援、兵器調達等で活躍した。孫文が臨時代総統となると長は 財政部総長に創生されたが、これを誇示している。1913年の二次革命では、陳そのチュラの放棄を支援した。しかし敗北に終わり、日本へ亡命した。亡命後も、孫文を支援し、中華革命党が組織されると財政部長となった。その後も、孫文らの革命活動を財政面で支援し続けている。中国国民党の成立とともに、 中央執行委員に選出され、後には中央観察委員にも選ばれた。これらの業績により、国民党の人種からは革命聖人との名声を獲得し、孫文からも大いに感謝されている。ただ、張自身としては、孫文の三大政策には反対であった。張静江別陰1925年3月の孫文死後は、張静江は、かねてから、 信仰のあった紹介席に接近し、浸透活動に尽力した。南京に国民政府が成立した後の1927年7月、全国建設委員会委員長に就任し、さらに初代石膏小政府主席を兼任した。同年10月、小政府主席の地位は一旦何王金に譲ったが、1928年11月に、 主席に再任された。張渋江は、鉄道建設や、行動整備、さらには、電力事業など、孫文がかつて唱えた、実業計画の実現に尽力し、一定の成果を上げた。ただ、その一方で、これらの事業を展開する資金を調達するために、小社会への課税は、項目が多く幅広いものとなってしまい、負担は大きなものであった。さらに張渋江は、 紹介席の先輩格に当たることを自負していた。そのため、次第に国民政府中央の法令に従わなくなり、独断専行の小生に邁進してしまう。これは、省との対立を弱気することになった。ついに民国19年12月4日、国民政府中央の命令により、浙江省政府は解訴され、長は主席から事実上罷免されてしまった。 一方、全国建設委員会委員長としても委員会の実業部門の権限は次第に剥奪されていく。1931年11月に総資分を委員長とする全国経済委員会が成立すると全国建設委員会はますます有名無実となった。そして1938年には全国建設委員会自体が 小介析の命令により廃止されてしまう。失意のうちに、長はニューヨークへと移住し、事実上引退してしまった。1950年9月3日、ニューヨークにて病没。去年74、ありがとうございます。